発見ツイッター探偵団今話題のツイッターをピックアップしてご紹介する番組です10月17日木曜日22時となりました、えー、探偵団員の皆さん今晩もどうぞよろしくお願いいたしますいは今日は木曜日ということで木曜団員、えー、フリーライターの えー、三枝源太郎さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。結構、あの、衆議院総選挙。お、取材に、あの、行かれて、えー、おられるようで。え、後ほどまた <laughs>、あの、レポートをお願いできればと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、えー、そして、副団長、中野区議会議員吉白光一郎さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。 ああごめんなさい、<何>そして MC が、<laughs> <laughs> いや、なんか僕,僕にもなんか振るのかなと思って、ちょっと待っちゃったんですよ、ごめんなさい。 MC は探偵団団長長尾隆前衆議院議員ですあじゃなや元衆議院議員です今日もよろしくお願いいたします <laughs> はいどうもよろしくお願いいたしますそうそ、ね、うあのごめんなさいね今一瞬あのなんか頭があのあの空になってしまいます <laughs> いやなんか暑いの、ね、部屋があの今僕札幌にいましてねはいえー、あのわ私のえ元秘書が あなんと、えー、一期3週間 <laughs>、衆議院議員を務めて、えー、解散になって、でちょっと明日は、えー、朝から、あのー、夜までね、えー、ちょっと、あのー、北海道に行くに入ろうと思って、やっぱね、寒いよ、あ<ー>あの10度、10度、部屋の中がね、暖房が暑くて暑くて。ま 肉ってどこが中心なんですか。<え>何市が中心なんですか。北海道肉ってえっと、北海道の北区。あ、北区、札幌市北区。大体、あ,あ<ー>北区でね。ええー、十<の>、十<の>度なんだ。えー、すごいな。 あ寒いですところが部屋が暑くて暑くてすいません <laughs> ちょっとあのぼうっとしておりましたはいはじゃあ本日もねどうぞよろしくお願いいたします,いしますはいえー、今日も2000人ルール適用でえ昨日で58日連続かなえー、今日もどうぞよろしくお願いいたします,いしますはい,いすえー、そして文化人大イモクラブのご登録もよろしくお願いいたします詳細は概要欄ご覧くださいそれでは本日の品書きです一般公開ライブ いや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 、内閣支持率28.0%ですよ。どうしちゃうんですかね、これは本当に。<laughs> はい。えー、一言ではございません。はい、衆議院選、えー、序盤、えー、調,調査ということで、まあ、あの、サさんからもいろんなレポートをいただきたいと思います。<laughs> えー、そして日本保守党、5議席獲得ハテ えー、そして、えー、北朝鮮が兵士1万人を、えー、ロシア軍に派遣かということでね、えー、まあなんかあの敵対国家、ね、韓国をこう、えー、指定するう法律までねあの北朝鮮作っちゃって、えー、衆議院総選挙の、えー、真っただ中ではありますけれども、えー、半島情勢ちょっときな臭くなっておりますが本日も以上のラインナップで お届けさせていただきたいと思います。はい、えー、それではあ一番いきましょう。衝撃の内閣支持率えー、門田隆将さんのツイッターですえー、時事調査ね、えー。時事調査っていうのは、あの他の世論調査はあの電話だったり、えー、するわけですけども。時事調査の場合はもうあの1対1でですね。 あの電話というか機械だったりするわけですけど、自治の場合はあ人間対人間でやりますんで、多少数字は他の世論調査に比べて厳しめに出る傾向があるんですが、それでも28.0%と30%終わりの衝撃、逆に不支持が32.1%で逆転したと。 で対面方式で同じく、長く同じ調査法を続ける知事は、マスコミでも最も信頼があると。えー、発足2週間余りで20%台の支持率では政権運営に打撃。まあ、政権運営というか、衆議院総選挙に打撃ですよね。えー、そして決選投票で石橋に投票して、高市総理を阻止した議員たちは責任を取ってくださいということです。 えーっとまあ、各選挙区のことについては、後ほどお話をいただくとして、三、え、枝、ー、さん、この28.0%って数字、結構政権としては深刻ですよね、いかかがですかこれ、衝撃ですね、これはね、結局、まあ、僕あの、文化庁放送局の水曜の瓦版でも何度も申し上げたんですけど、はい、この問題に関してはです、ね、震源が、 そもそもまず、あのーまあ、政治と金とか、裏金、裏金って言ってますけれども、これは基本的に、サハメディアや立憲民主党なんかが作った争点でして、ではあるものの、ただ、進言はあくまでも自民党なので、はい、これは自民党の石破さんがどれだけ譲歩したところで、自民党に絶対に風は吹かないわけですよ。そうですね、逆にこれを争点にすることで、こう、なんて言うんでしょう、こう、忘れていた、 あれをですね、もう、まああのー、心持ちをです、ね、思い出させてしまって、逆にそっちに、こう、なんていう流れに、こう、差を差しちゃってるような感じが、僕はするんですよね。これ、もう、もう、もう、ばかだなと、あとは、やっぱり僕、個人的な反省点なんですけど、僕は、あの、一番最初に総裁選で、小泉さんが独走体制に最初入っていたので、もう、これだけはなんとか阻止しないといけないと思ってですね、彼の、あのー、 雇用の流動性を高めるための解雇要件、生理解雇4要件を緩和して解雇しやすい社会を作るっていう、そこに僕はもう、ガーっとこう連日、自分の、えー、YouTube でも文句を言い倒してですね、さすがに皆さんお気づきになって、これは小泉さんではまずいということで、小泉さんはまあ、落ちてくれたんです、ただ、皆さん、多分そうだったんじゃないのかなと思うんですけど、アジア版 NATO っていうのは、一見ね、 一見なんかもっともらしいので、ちゃんとそこまで,です、ね、これは実現可能性ないだろうと、これは逆にアメリカに対しても悪印象だろうと言って、こう積極的に発信したメディアがなかったんですよね。で、やっぱりそれが、あのまあまあ、とんでもない人が何人も何人も出てたので、この間の総裁選は河野太郎さんとかね、まあもうちょっとこう、いろんなところにばらけてしまって、ただでさえこう右派保守系の えー、方が少ないので、やっぱりこれは僕は個人的な、あの、反省点としてはですね、やっぱりまあまあ、僕なんか言ったところで大して影響はないでしょうけれども、それでもね、やっぱり石破さんをやっぱりそのままスルーさせてしまったということは、本当に僕今、深速反省しております。はい。 まあ確かにね安倍政権の時に「森かけ桜」っていろいろありましたけどもあれ向こう側がバンバン球をあの投げてき、えー、ましたがあのそれをキャッチしてあの投げ返すってことしなかったですよね。 キャッチもしなかったし、ふうってそういう感じでね、あなんか飛んできたなっていう、くだらんこと言ってる,ってるんじゃねえよというようなね、まあ、あのそういう,うなんか <laughs> あの反抗的な態度はあの取らなかったもののね、やっぱりどれだけねあの政治と金の問題、野田さんはえ、まあ、とある方が言ってたんですけど、18分、 えー、衆議院選挙の第一声をやってて17分政治と金の話をしたらしいですね、えー、これにね、やっぱり乗っかっちゃダメだっていうところがまあね、あの一連の、えー、非公認の問題だとか、重複立候補を認めないとか、ちょっとその辺のところでね、突入の仕方が良くなかったなっていう、そんな感じはいたしますね。 副団長、どうですかこの28%、そして不支持が30%を超えてるっていう状況の。これ、あの、あ、有権者は、森かけ桜の頃に比べて、かなり成熟してきたな、というのが私の感想です。あの、ちゃんとですね、まあ、この時事の記事でも、あの、数字を出してますけど、まず、あの、2000年以降でですね、まあ、例えば、 安倍内閣、第2次安倍内閣が54%、組閣時で補足の段階ですね。で、内閣が閣菅内閣が51%、で、岸田内閣で40%、これまで、2000年までの最低は森内閣の33%で、もう今回はそれをぶち抜いて最悪、最低だと28、28%と。 これやっぱり正直に有権者は歴代の、えー、自民党の、えー、総理大臣の中で一番支持できないと、あのー、もういう数字が出ちゃったわけですよ。でこれはまあ皆さんがご指摘のとおり当たり前であ,のあらゆる意味で自民党支持層に全くアピールしない行動ばっかりしてるわけですよね。あの野党の森りかけ桜に次ぐ裏金、裏金っていうのに乗って それを選挙の争点にわざわざ引っ張り込んでしちゃったわけですよ。処分終わってんのにまた処分するみたいな。そんなことしたら、あやっぱり野党が裏金裏金っていうのはあってたんだみたいになっちゃうわけですよ。<laughs> もう不記材だから、もう処分終わりましたって言えば、あ終わった、終わったこと、また野党騒いでんのねってならないで、こんなこと一生懸命やるから、あやっぱり一番大事な問題は政治と金なんだって、逆にみんなの。 関心をそこに移しちゃって、本当の大問題、中国が攻めてくるだろう、ロシアが何をしてくる、北朝鮮がミサイルってくるだろうっていうことから、目をそらす内閣だと思ったら、野党は喜び、にはかき回り、与党支持者はもう丸,て丸くなってんちゃうわけですよ。だからまあいや、それを目的にしてるんだったら、石破さんっていうのは立憲民主党の資格過去の人だと、まあこういうふうに思います。 総裁選突入前は、世間様は石破総理、石破総理、総裁って言ってたよね、そういう世論調査が出てきてね、なんでこれ、実際、石破総理誕生になってから、今度、ガラッとこう逆になるのかなって、その辺はどんなふうにお考えですかあよよくぞ聞いてくださいましたうどうぞ、皆さん、どうぞ、あのね、LGBT 理解増進法、思い出してください。はい、うん あの時は、実は、法案が採決されるまではですね、LGBT 理解増進法を通した方がいいっていう人の方が、産経新聞の調査でも圧倒的に多かったんです。多かったよね。ええ、実は。これはね、どういうことかっていうと、理念として丸、バクッとした理念でですね、聞くとですね、普通そんなものはいらないって答えにはならないんですよ。特に政治に関心のあんまりない方は。僕らは、僕や、えー、長尾先生や、 吉田先生はいつもこういうことをこういつも情報に接してて、この法案がいかにまずい法案かっていうのは分かってるわけですし、これを見わざわざ見に来てくださるような方も分かってるんです。でも残念ながら世の中のおそらく99%ぐらいの人は、まあ、どうでもいいやって思ってらっしゃる方に、どうですかって聞いたら、理念としては一見いいわけですよ。だからイエスになっちゃうわけです。で、石破さんってよく思い出してみるとですね、 安倍さんに対するアンチテーゼだ,ったんですよだから自民党内にいるのに、すごく野党的なことを言って、正論を言ってるって思ってしまったんですよね、うんで。しかもそれ聞いてる相手は自民党員ではないので、自民党員の中でも地方で特にあの東京から離れたところでは非常に人気のある方で,すでしたけれども、地方創生とかね、ああいう関係で予算つけてたので、まあ、それはそ,それとして、やっぱりこういわゆる、 不動票で、不動票っていうのは、すごくある意味白状、薄情なそうなので、やっぱりこう、うん、一見、正論かもしれないと思った方に、ばっといって、またさっと引いちゃう人たちなんですよね。うん、だから僕は今回、すごく心配してるのは、裏金、裏金、裏金って、き今日もなんか、ぶつぶつ言ってる人いましたけどね、裏金、自民党、要はね、かあの多分裏金、裏金言ってる人たちの多くは、えー、不記載をね、 賄賂だと思ってるんじゃないのかなって思ってる人がかなりいるんじゃないのかなと僕思ってるんです。で、こういう人たちがこれを争点だって言った後に、僕はかなり僕最近真剣にちょっと中国が本気で有事を起こそうとしてるって僕は思ってますので、これが起きた時にですね、この人たちはおそらく自分が半年1年前に裏金、裏金って言ってたことをおそらくもうバーっと全部忘れて、今までなんでこれやってこなかったんだって怒り出す人たちがそういう不動票なんですよ。 だからこんなものにね、惑わされちゃいけないんですよ。安倍さんはそこがちゃんと分かってたから、あれだけ盛りかけ盛りかけって言った、あれだけ洪水を浴びせられてもね、跳ね返して、なんとか政権をきちっと維持できたわけですよ。ちゃんと先人がね、こうやってやってきたんだっていうお手本があるのに、石破さんはもうええかっこ C でね、自分の信念がきちっとないから、国家間もまともにないからね。 ああやってグラ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 こっち行ってみたりあっち行ってみたりってなった、そしたらもう右も左も多分もう今、怒ってる状態なんですよ、もっと下がりますよ、これ世論ってね、まあ、決して僕はあの批判をするわけじゃないんですが、世論って意外とやっぱり、西口さんがご指摘の通り、ちょっと無責任なところがありますよね、<laughs> こっちにガーッといったのに、やっぱりこうだっていうね、ただ僕の LGBT の時もそうだったし、 三枝、まあ、さんと同じ感覚を僕、持ったんですよ、で今回、あんだけ総裁選の前に石破さん、石破さんって言っておけないから、なんでじゃあこんなまた支持下がるんだってねちょっと無責任だなって言うと、また炎上するからあの言わなかったんだけども、ちょっと質問してみました。あ,副コメントありませんか僕ははねあのいや総裁選の時のの時聞き方と、えー、内閣の支持率はき 聞き方が違うので、僕は、あの、実はどちらも、あの、整合性があると思うんですよ。要するに、総裁選の時には、野党の支持者に自民党での総裁誰がいいですかって聞いてるんですよ。だから、その世の中の野党支持者が全部、えー、石破さんと言って、で、自民党の中の利権派の人、あるいは親中派の人、親北朝鮮派の人が、えー、石破さんと言って、 そして、日本の中の、自民党の中の保守系のま,あまともな政策を求める人が、石破さんは違うよと言っているという状況だったわけですね。だけど、内閣支持率になると、野党で自民党の総裁は石破さんが言うよって言った人は、不支持ですから。野党支持だからか <laughs> いや、でもそれなんか、最初は支持だったんじゃないの <laughs> いやいやいや、自民党の総裁として支持してるだけで、 あの自分たちは野党の支持者なんですから、何か<ー>を支持するかっていう質問になったら、それは支持しませんってなるんですよああうん、まあ、いろんな、ね、見方があると思いますね。<laughs> ああいや、もう先生はね、ね多分ほら、言いづらいでしょうから、言いますけどねあの、ふわっとした人たちをね、岸田さんもそれよくやってましたけど、ふわっとし,、うん、した人たちをね、追っかけちゃダメですよそうね。 を持ってて、ね、支持してくれる人たちの方を向かないと本当そう、やっぱり、安倍さんよく言ってたのは、声,な声を拾えと、はいえーで、言う人は言うし、それを受け止めて返しても、何にも戻ってこないからと、えーあ、安倍さんがそう言ってたんじゃないですよ、僕はそういう意味合いにあの捉えていてねうん、そうね、ちょっと余談なんですけど、あの泊まってるホテルのねあの、隣のラーメン屋にさっき入ってたんですよ。 そしたら、北海道大学のね、学生さんがね、なんか、あの、楽しそうに喋ってて、で、そのうち一人がね、私に気づいたんですよ。 そしえっ、何、有名人、有名人、有名人みたいな話になって、そしたら、文化人放送局見てるって言うんですよ、多分今日これ見てると思うね。おありがとうございますで、ほかの人はあんまり政治に興味がないあの学生さんたちばっかりだったんだけど、面白いこと言ってたのは、石破さんってどんな印象があるって言ったら、いや、意外とね、ちゃんと話聞いてるなと思ったのが、総裁選で言ってたことと、全然違うことにも言ってますよねいや その通りだよって,言ってで、やっぱりそういう見方もあるのかなっていう感じがするんです、ね、実はあの、石破さんを総裁選まで応援していたメディアが、その手、実際使ってるんですよ、うん、TBS とかテレ朝とかのニュース番組を見ていると、あの総理になったら総裁選の時とということ変わりましたねとか言って、一生懸命今、石破ろ卸やってるんですよ、最悪の。 意外とね、あのー、そういう影響の方がちょっとでかいのかななんて一瞬思ったんですよね、えーまあ、ちょっとこれ、話は、ね、あの尽きないので、まあ、いずれにせよ、あのどの世論調,調査を取っても,です、ね、もう答えバラバラの時代になってきました、えー、前回、前々回ぐらいからかな。 その前ぐらいの世論調査っていうのは結構どこもかしこも当たってるんですけども、これ情報戦に入っててね、相手をあの緩めてやろうと、えー。で、直前になったらちょっと締めてやろうというようなことでね。 まあ、本当ねあの、日本の選挙も米国大統領選挙みたいな雰囲気になってまいりましたな。とにかく陣営が実際に感じ取っているこの感覚をね、まあ、あの大切にしていただきたいなと思います。ちょっと長くなりました。さあそこでですね2番に入る前に、佐伯さん、さっきちょっとあの中野区に、ね、あの行かれたということなんで、えー、ちょっと、はい えー、動画スタッフさん出してください。ちょっと長いので、まあ15秒かそのぐらいちょっと聞かせていただきましょうか。よろしくお願いします。安倍昭恵さんより黒崎優一へのお見へりをとまりたいと存じます。どうか大きな拍手でお迎えください。ありがとうございます。 おはよ <laughs> うございます。本日はこの先有志候補のためにお集まりをいただきまして、ございます。先日私は松本ひやです。実際 <laughs> 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 にお声を出して中野区厚生保護女性会に行って講演をさせていただきました。えー、その後中野、ま、の商店街の中の ま、えー、たやっ飲ませていただいて中、えーまあ、ドっていうのは滝があるのかなというふうに、えー、思って今回その時に高等宮先生にもお声をかけていただいてぜひ黒瀬さんが厳しい戦いをするので、えー、応援に来てほしいということで少しでもお役に立ければと思って来させていただきましたありがとうございますはい、えー、それではちょっと、えーえー、動画止めていただきたいと思います 思いますこれ中野区のえ、中野駅前ですよね、はい、え先日さんちょっとこのレポートいです、ねはい、これはですねあの実は僕の長男にですね、えー、行ってきてもらいまして、ちょっと小遣いを弾む条件で、ですね僕、この日に実は新潟県のほうに行っておりまして、えー、新潟2区の細田健一さん、それから新潟5区の高取修一さんの選挙を見てきましたので。 でちょうどあの実はあの知り合いのです、ね、杉並区議の方から、昭恵さんが来るんですよというふうに、えー、教えていただきまして、じゃあもう僕はちょっと行けないので、うちの坊主が行きますんで、よろしくお願いしますと、えー、いうことで、このあと、八王子の萩生田光一さんのところに行って、あの産経新聞が中まで入って取ってきたというね女,女性部の、ね、集まりに行かれたようですね。 まあちょっと安倍昭恵さんね、ちょっともう最初から涙ぐんでらっしゃってね、あの、松本文明さんですか、あの、この前にえ議員をなさってた方、その方に直々にですね、えー、この新人のね、もともと港区議をされてた方なんですね、この方、黒崎雄一さん、はい、え明治大のラグビー部出身で、で、おあのぜひ苦戦してるので、えー、よろしく頼むというふうに言われて、えー、まあ、 応援に来たとで、安倍さんがいろいろなところに生前ですね、こうなんていうんでしょう、こう改革といいますかこう、国を前に進めるんだという種をまいて歩いていたんだけれども、えーまあ、松本文明さんとも非常に仲が良かったので、松本さんがもうこれだけ推している黒崎さんだから、黒崎さんにもそういう血が、種が蒔かれて、芽を出しているんだというふうに思いますと。 いうような趣旨の演説をされていました。はい。ありがとうございます。えっ、ー、と、中野といえば、中野区議会議員吉田幸一郎さん。はい、え、一言、はい。はい。中野にね、あの、安倍さんの奥様来ていただいて、本当にね、あの、嬉しいなと思います。今日はちょっと僕、あの、実は文化人祭りで、あの、昼間、の、えー、加賀さんの番組に、あの、例の。小野寺さんとかが。 この北海道で選挙出ちゃったから、ちょっと穴埋めの <laughs> ゲスト出演したりです、ねで、夕方よりは西村幸雄先生のシンポジウムにちょっと動員かかっていったりして、ね。今日一日ずっとそんなことをやっていたので、あのせっかくね、昭恵さん来られる日に、ちょっと私は中野逆に開けていたんですが、まあ、あの中野の、あ,のあそこ、北口、あの必ず一番あの中野駅であの立ちをやらなきゃいけない場所なんですね。 なので、あそこであのしっかりとやっていただいて、まあ、中野は本当にねあの東京、東京30選挙区の中で唯一、立憲民主党が小選挙区で勝ってしまうです、ね、もう最後の,あのレッドゾーンというかねあの、なんで、もう黒崎さんに本当に頑張っていただかないといけないな、中野、えー、杉並の、えー、皆様、えー、黒崎祐一、どうぞよろしくお願いいいたしますはい、ありがとうございます。あれこれこって昨日ですよねね確かね あ昨日ですはい、ね、昨日なんだ昨日,昨日ですねえー、はいえー、まあそれはあどうでもいい話で、はい、えー、もう秋山もねあの全国飛び回って、えー、行かれるんだと思いますし、えー、高市早さんも全国飛び回ってますねえ四、ー、番お願いしますザクザクのツイッターです、えー、応援演説百キロアンギャに徴収、えー、殺到ということで。 まあこれ多分、海野、えー、さんという、ね、あの記者さんがあのちょっと行ってきますわっ,つって僕のところに連絡があって、えー、ずっとこう追っかけて、ね、あの密着取材をあのした記事です。あの記事、ぜひ、ね、あの皆さん読んでみ、えー、てください。なかなか、ね、あの情景があの思い浮かぶような。 記記事がが出来上がっていますね本当運の記者お疲れ様でした、えー、とにかく、えー、今は日本は本気になって総合的な国力を強くしていかなければならないそういう時期に入っていると、えー、いうことで、えー、新潟の様子は三、ね、枝さんもあの、はい、ご覧になったということなんでちょっと補足をお願いします。どんな様子でした、はいえー えー、これをね、見たら多分、あ、この海野さんという方は僕の右側にいたんだなと。<laughs> 僕はね、陣営の方にね、あの、結構いい席いただきましてね、<laughs> 前の方に、あの、おりました。で、まあ、高鳥さんね、あのー、まあ、すに傷持つ同士とか言ってなんか言われてお気の毒でしたけれども、えー、まあ、相手の梅谷守さんという方が日本酒をですね、えー、配り倒して、 今刑事告発公職選挙法違反で刑事告発されていますまだ結論が出てないんですねでまあ高取さんに関しましてはですねまああの高市さんからしてみれば本当に盟友中の盟友でですねやっぱりあの前の細田健一さんもあの僕はえ拝見してたんですけど残念ながら次の新幹線が えー、後ろはケツが迫ってて、ですね、えー、高市さんのがちょっと遅刻,遅刻というか、もうあの、ま、押してたんであの、残念ながら見られなかったんですけど、こちらの、あのー、高取さんに関しては、ですね、えー、ここで演説をした後で、上越の会場まで一緒に行かれてましたので、おそらく多分箱乗りもしたのかな、あの一緒に行かれて、ですね 2>, 2か所でやったんですよ。ほ、ね、そうそうか所で他の会場でやったんですね。はい 上越の会場でやってるんで、その道中ね、多分一緒に、多分車乗ってた感じがしたんですよね、だから、ああ、ここまでやるんだっていうふうに思いました、で高取さんのことをですね、スイカの選果場だったかな、の予算の全国の10分の1を、えー、高取さんがもぎ取ってきたと、えー、この人のせいで10分の1がなくなりましたとか言って言おっしゃってましたけどあの、高取さんを何とかしてでも、あのー、 国会に戻していただきたいというようなことを非常に強く訴えかけていらっしゃいました。はい、ありがとうございます。あの確かえ130票差だったかな。えー、結構僅差でしたね。差がね僅差でね。えー、まああの高取さんあの重複立候補がありませんのでね。一、えー、票でも、えー、勝って小、えー、選挙区で当選しないと。 えー、国会に戻らないともう本当は排水の陣ですんでどうかあの新潟ご区に、えー、お住まいの方またお知り合いいる方はね高取さんにあの応援をお願いしたいと思います、えー、副団長からもコメントいただきましょうかはいあの高取さんといえばというかあのわ私が一番その印象に残っているのは例のあの安倍、うん、元総理のねあの遭難というかまああの暗殺の後 本当に最後までというか、今でも徹底的にですね、この事実解明をしなければいけないと、こういうことを、あの、ぶれずに、あの、きちんと訴えておられる、数少ない、あの、議員の方でいらっしゃると思うので、本当にね、こういう方を、あの、自民党は、本当は大切にして、国会にきちんと戻すべきであって、まあ、この、比例のね、がかかってないっていうのが、 まあ本当につ,つ,つまらないこと仕上がるなっていうかですね、まあ、そういうふうに思いますあのぜひあの頑張って、えー、戻ってきていただければなと思います。あちなみにね、新潟、えー、このあとね、青山さん、あの地元の方に伺ったんですけど、青山茂春さん、それら西田昌司さん、えー、それら杉田美代さん、とうとうが、えー、もう続々いらっしゃるということで。 もう、要はね、やっぱり保守派の皆さんにとっても非常に牙城なんですよね。やっぱりこの方を落としちゃいけないというあの意思がすごく強くて、あと前回500票差、今回は、えー、梅谷守さんも既に傷があります。というか、そっちの方がもっとおそらく僕はあの刑事訴追されると思いますので、公民権停止も3年とかもあり得るあの非常に悪質なケースだと思います、えー。だけれども、あの、高取さんの場合は、 もうあの小選挙区でダメだったらもうダメですから。えー、これで小選挙区勝てばですね、やっぱり高市さんの求心力ももっともっと上がるでしょうしですね。やっぱりここは大きな本当に選挙区だなと思います。ありがとうございますね。あの百三十票差だったんですね前回ね。えー、でね高取さんってねお父様が高取おさんって。 あの経済企画庁長官もやった、元大臣経験で、まあ、接種っちゃ接種ではあるんですけれど、あのお父様は、えー、確か竹下派、えー、で橋本派で、今でいう平成権で茂木派なんですね、茂、え、木、ー、派の高取修先生の子供さんの高取秀一さんが、まあ、議員で。 えーまあ、国会に上がってきたときに当然、茂木派に入るだろうと思ったら高取さんは私と父親は考え方が違うと <laughs>、えー、それで、いいで清和権、安倍派に入ったんですよね。で、この時やっぱり結構ねあの話題になったってあのお聞きしました、うん、ですから本当にねあのお,お父様も立派なあの方だったんですが 考え方は親父とは違うからっていうそういう感じでね、えー、まあもうあの背骨がねあのしっかりと立った方でいらっしゃいますんで、えー、ちょっと私の方からあのご紹介をさせていただきましたで私もあの21日に、えー、行ってまい、えー、ります、はい、あの20日にあの金沢で以前からあの予定されていた公演があったので まあせっかく金沢に行ったならあの上越寄ってこようかなと思ってるんでえあの頑張ってまいりたいと思います。